こうしてやっと暖かい国にたどり着きました。そこではお日様が明るくほがらかに輝いて、空はどこまでも透き通って見えました。細い道のそばに森があって、紫、緑、白のぶどうやレモンやオレンジなども森の木々からぶら下がっていました。ミルテやペパーミントのかぐわしい香りも漂ってきます。森の間の小道では、とても楽しそうに子供たちが走り、大きくきらびやかな蝶々一羽とじゃれ合っていました。ツバメがますます遠くに飛んでいくにつれて、どの場所もなおさら素敵に思えるのです。ようやく二人は青い湖のところへやってきました。ほとりには青々とした木々が立っていて、湖に影を落としていました。そこに宮殿がありました。遠い昔に建てられて、目がくらむほど真っ白な大理石でできていました。房のついたぶどうのつるが宮殿の長い柱に絡みついていました。その頂上にたくさんのツバメの巣がありました。その中に親指姫を連れてきたツバメの家があるのです。これが僕の家だよとツバメは言いました。でも君に住んでもらうために作ったものじゃないから、あんまりくつろげないかな。あそこに素敵な花がいっぱいあるでしょ。あの中から一つ選んでくれませんか。その上に下ろしてあげるよ。僕は君が幸せになるためならどんなことだって惜しまないよ。とっても嬉しいわと親指姫は言いました。嬉しくて思わず手を合わせました。地面に大理石の柱が三つに折れて倒れていました。もともとは一本だったのですが、崩れて倒れるときにぽっきりと折れてしまったのです。その三本の柱の間に、何よりも美しい大きな白い花がいくつも咲いていました。ツバメは親指姫と下に降りていって、大きな花の上に乗せました。親指姫はとてもびっくりしました。花の真ん中に小さな人がいたからです。その人は水晶みたいに白く透き通っていました。頭の上に金の冠をかぶって、背中に優雅な翼がついていました。そして親指姫と同じくらいの背の高さでした。実はその人は花の妖精でした。どんな花にもそういう男の人と女の人が二人住んでいるのです。その中の王様がこの人なのです。まあ、なんとお美しい方と親指姫はツバメに小声でささやきました。その小さな王子様ははじめ巨人のように大きい鳥を見てひどく怯えていました。王子様もそれだけ小さな人間なのです。でも王子様は親指姫を見るととても喜びました。こんなにきれいな女の子は今まで見たことがないと思いました。王子様は金の冠を外して親指姫の頭にかぶせました。そして王子様は名前を聞いた後、こう言いました。どうか、私のお嫁さんになってくれませんか？すべての花のお妃様となってくれませんか？息子ガエルや、ふわふわでピカピカの黒服を着ているモグラお婿さんにするのとは、比べ物にならない重みのある言葉でした。親指姫は、はい、と
かっこいい王子様に言いました。するとぶわっとすべての花が咲いて、妖精たちが小さなお妃と王様のところへやってきました。みんなきれいで、二人を見てにこやかに笑いました。みんな親指姫に贈り物を持ってきていました。その中で一番の贈り物は一組の美しい翼でした。大きく白いハエの翼で親指姫の背中にぴったりとくっつけてくれました。これで花から花へと飛び移れるようになったのです。その後、お祝いがありました。あのツバメがお祝いの歌を頼まれて、もちろん引き受けました。ツバメは二人の頭の上の巣の中で、じっと動かずにウェディングソングを歌いました。自分のできる精一杯の花向けだと思って歌いました。ツバメはとても悲しいけれど、それを隠して歌いました。心の中では親指姫を愛していたのです。親指姫と別れたくないのです。これからは親指姫なんて名前で呼んではいけないわ、と花の妖精が言いました。変な名前よ。あなたはとってもかわいいんだから。マイアと呼びましょう。ツバメはさよならさよならと言いました。暖かい南の国からデンマークへ戻るため、ツバメはその場を去らなければならないのです。暖かい国を飛び立ち、北へ北へと飛んでいくにつれて、とても寂しくなっていきました。ツバメはデンマークにも巣を持っていました。ある家の窓の上に巣はありました。その家には童話を書くおじさんが住んでいました。ツバメは巣の中で、キービー、キービーと歌いました。それは親指姫が生まれて幸せになるまでのお話の歌でした。